あなたはもう帰ったほうがよい。彼の本は読むべきだ。何々したほうがよいとか、何々すべきだっていうふうに言いたいときに、had better そして to のない不定詞を使うんだ。 つまり動詞の原型。この do のない不定詞を原型不定詞っていう風に呼ぶんだよ。何々するべきだの意味、みんなが知ってる should も同じように使えるんだけど h a d better の方が強い言い方になるんだ。何々しないなら悪いことがあるよっていうような意味を含んでるっていう風にも言われてるんだ。このリンゴは食べない方がいい。 この文は動詞の前に not を入れて否定文にしているよね。食べない方がいい。You'd better. You had. を省略した形だよ。上の文、あなたはもう書いた方が良い。You had better. to go じゃなくて、better の後にすぐに go. to は had better の文、には必要ないよ。 下の文、you'd better.you had が短縮されて、you'd そして better with to がない。原型不定詞が来てるよね。h a d better しっかりマスターしよう。